皆さんこんばんは。こんばんは、えー。今週も始まりましたハッピーレコーズラジオ、えー、アイコンの白色担当黒金うのとマブチ京子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<laughs> なんだかマブチさんとは。 二人でゃな、久々な気がしますけど。そうですね。ね、なんか距離、なんか距離開いてますけど。え、こっちのマイクでも大丈夫ですか？大丈夫あ、じゃあこっちでいいですか？それが今。これにしよう。ちょっと二人ともマイクがちょっと離れてましたよね。はい。ということで、ええ、8月もう半分過ぎましたか？全然過ぎてますよ。早いね。そう8月11日に生誕祭があったんですよ。私の ええー、八月十二日が誕生日ででしてですね。<laughs> せーのおめでとう。とうありがとう。二十二歳になりました。二十二歳。ねえありがとうございます。今日はいつもよりいっぱい見ててくれてますよ。ね、人が来てますよ。こんにちは。どうも。ありがとうございます。ありがとう。仕事終わりみんな。ねえ。お疲れ様です。お疲れお疲れ。大変だね。ねえ。ね。ね さっきこういるみんなを見ながら、すごいこの人たちも働いてるんだよなみたどんな感じで働いてるんだろうなって。そうそうそう。想像したら面白かった。そうやっぱアイドルのオタクをしてる時とやっぱ仕事してる時やっぱ違う？違う？スイッチとかこう切り替え切り替えしてるの？オタクスイッチと仕事スイッチ。まそれはある。あない？あみんなないっていう感じなんだね。 まあ、そのまま、確かにやってそうな感じではあります。確かに、ね、うん、まあ、うまくやって、頑張ってね。こんにちは。こんにちは、こんにちは。まあ、三十分あっという間なんで。そうだね。まあ、詰めつめで喋るんですけど、じゃオープニング、何話しますか。え、生誕のこと言いたかったんだけどさ。うん。まあ、でも。何回目の生誕でした。厳密に言って、四。四か。 最初ミニミニ生誕18か18の時に入ったから18に入ってすぐ19歳になったのねその1回と19から二十歳になる1回と二十歳から21になる1回そして21から22になる1回。 説明ありがとうございます。はい、ありがとう。と、飛びはしないからね。そうですよね。そりゃそうなんだけどね。ありがとうね。確かに。でも十八か、最初入ったの十八歳でした。大きくなったね。ね、髪もピンクになっちゃってね。あっくりだよ。最近、そうましたけど。ね、可愛いよね。可愛いでしょう。キャラクター感がすごい。なんかちょっとね、コスプレっぽい。感じ。似合う人いないよね、なかなかね。したら。いや、絶対無理。絶対似合わない。よ 派手紙にしたことないじゃんないないない想像できないよねしなくていいよ似合わないよ今人生で染めたことはインナーカラーだけある何色シルバーえ黒髪にうん三つ編みテンパだったんよねうねうねうねって感じだったからもうテンパってあんまりできる髪型ないからさ三つ編みとかにしてたんだけどこう チュンチュンチュンってこうシルバーが見える感じが顔を大学1年生だから2年生ぐらいの時にやったかな意外シルバーするんだなんかみんなねミルクティー色がはやってたんよねみんな同じ髪型してたからちょっと一緒はなあと思ってちょっと違うのにしてみよそんな感じまあそっからずっと黒髪ですねそうだね今日うちゃんん大人っっぽいててかかさな 似てるよじゃあ今日はちょっとねお仕事がありまして大事なそう大事なお仕事があったんですよだからきれいめな服をね着てたんですだからちょっと今日は女って感じなんですけどいるくないなんかこういうさなんかあの何西麻布とかに西麻布を選ぶんだね港区とかじゃない西麻布だからそす港区とかなんかお姉さんっぽいよ今日いる感じ髪言ってるしね 言ってるもんね、うん、髪言ってるからそう大人っぽいちょっとすっきりして見えますねだからうのちゃんのファンの人たちはさ可愛い,い、うん、孫子のようにも子供だねってよっちよっちって見てたのが、うん、急にこんなんなっちゃうから、うん、大丈夫ね、うん、いいでしょキュンドキュングサみたいなになってるよねねえ <laughs>、ね 頑張って心臓。なんないよ。どんどん大人なっちゃうからね。そうだよ。もう。早いですから。ね、子供の成長と脳の成長は早いですからね。あ、でも。今日同じぐらいに見えるって言われたけど。そう。そんな言うて。そう。何歳?。二十八。六個差。待って。三十字。そうだよ。アラサーだよ。やばいよ。四捨五入したら。争うよ。本当に?。うん。 嘘だえ詐欺だよねそれでは曲に行きたいと思います <laughs> 詐欺だよ <laughs> それではじゃあ1曲目 1>、はい、アイコンの曲いきましょうかねはいじゃ曲振りお願いしますはいえー、それでは聞いてくださいアイコンで螺旋の幕開け <music> 闇広がる街の片隅 の幕開け闇が誘う夢の歌声君と交わり心の中で囁く鉄の扉が閉ざした世界かすかな明かり影を投げる優れゆく待ち合わせ歌夢の中で闇に落ちる「螺旋の幕開けで君と舞う闇の せーの、お便りのコーナー。えっ、ー、と、うん、お悩み相談を募集しました。うん。文明<難>。 めっちゃタたどんだけ悩んでるみんなやばいこれどうしよう全部やめるかわかんないけどなるべくスピーディーにねみんなの悩みを解決していきたいと思いますはいはいじゃはいどうぞはいまずいきますよいいですかラジオネームまことさんからいただきましたありがとうございますキャンちゃんうのちゃんこんばんはこんばんは先日は二人とお話できる機会がありいろいろと相談させていただきありがとうございましたあの日から楽しくいいファンになれるように一歩ずつ踏み出そうとしているところですどうすればいいファン なりますか？どのようなファンだと嬉しいですか？教えてくださいとのことです。なるほど。えっとですね、自分がアイドルになって考えてみるのは一番大事。自分がアイドルだと思い込んで、どんなことされたら嬉しいかやれたらとか、私はもとほらオタクだったんで、アイドルになってからこれ私やってたなとかすごいいい反省っていっぱいあるので、なんかそういうところ考えたらいいかなと思います。 確かに人の気持ちになるって普通に大事ですからねそうあるえあるなんか結構え何がえその秘訣秘訣、うん、いやでももう本当その人の気持ちになって考えてみるそうです、ね、これってどうしたらいいかなは、うん、その子の気持ちになってみたらわかると思いますよ、うん、まあ難しいけど頑張って頑張ってはいいいける 楽しむのが一番ですからね。はい。はい。え、次、ラジオネーム。え、推しの孫さん、ありがとうございます。宇野きよん、こんばんは。こんばんは。実は最近困ってることがあるんです。それはギャンブル。協定パチンコにはまって、お金がなくて、ライブ行くのも難しいんです。どうすればギャンブルやめられますか。どうすれば。難しい。自分に勝つしかないよ。うん、いか戦うしかない。うん。己のその欲と。うん。そうだよ。うん。自分しか勝てないんだから。うん。 頑張り頑張ってはいよし大丈夫なこれ大丈夫か次ラジオネームあ、匿名希望さんからいただきましたありがとうございますありがとうございますキャンちゃんうのちゃん理想の皆さんこんばんは金髪になってからどうしようもないぐらいにうのちゃんが好きになってしまい恥ずかしいことを繰り返してしまっているように感じます何してるのそこでお二人に質問ですファンのか人からされて嬉しかったことはありますか現場には必ずいるので来てくれるだけで嬉しいはなしでお願いしますとのことですありがとうございますされて嬉しかったことうん 手あお手紙はねうしいですよね。とかやっぱりこう愛情一途な表現しっかり言葉にしたりとかリプとかさ SNS をいっぱい見てちゃんと確認してくれてるとかねそういうところですかね。ななるほどね私はんか 前に話した話をちゃんと覚えててくれる人。ああ<ー>、<ら>それアイドルでもそうだよね。す,すごい感動する。うんうんうん、配信でちろっていただけなのに、覚えてくれてるんだ。みたいな確か,確かに、確かに。そう、すごい嬉しいです、ね。それ、本当人人,人間関係でも大事な。ことですね。うん、大事です、ねはい。ありがとうございます。ます次、ええー、ラジオネームゆうすけさん、ありがとうございます。う宇野そさん、曲 キョコさん、うん、こんばんは,こんばんはいつも楽しく聞かせていただいております、えー、本日はとっても頼りになるキョヌさんと我らが大天使ウノにお悩みを聞いていただけるということで <laughs> この潜在潜潜在在一遇のチャンスを逃してはならないという気持ちですさてお悩みの内容ですが最近私は自炊をしておりますしかしバリエーションに変化がなく飽きてやめてしまいそうです解決方法を教えてくださいお二人はさっと作れる特のドと得意料理などありますか手軽に美味しくできるレシピや調味料があれば美味しく、えー 教えていただきたく思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。実炊しないからな。はい、しません。しないですね。私はしてた時は中学生の時なんだけど、チャーハン、オムライス、麻婆豆腐、これのルーティンでした。なるほどね。私は納豆ご飯のあの上にのせるそのアレンジを変えてましたね。得意料理納豆ご飯なんですけど、ああ実炊？え、だって自分で炊飯器動かしてないからあ、じゃあ実炊やか。 すすめの調味料はねです<ー>とりあえず全部何でもかんでも野菜炒めてゆずぽんつけるな<ー>肉あんゆでてゆずぽんつけるねこれでおいしいです全部お私塩えー、えー、素材の味やろ <laughs> 飽きるって。 あきない、はい、ありがとうございます。います続いて、えー、ラジオネームセイチロさんからいただきましたありがとうございます。バブチ恭子様黒金の様こんばんは。こんばんは。んんはオイラの悩みを聞いてください。はい、最近すぐに疲れちゃってヘロヘロになっちゃうんです。仕事からか仕事から帰ってきて座ったまま寝ちゃったり <laughs>、うん、ライブでちょっと動いただけでライブ後の後トメッパーにちょっと休んでからじゃないと並べないぐらいヘロヘロになっちゃうんです。うん、深夜までボーリングやらダンス練やら配信したのに翌日明日からの定期ライブを平気な顔してこなしちゃうお二人のようなタフな人間にどうやったらなれるのかぜひご教示くださいよろしくお願いします。 これはですね、まあ、年齢もありますけど年齢もありますけどねやっぱりね、うん、体力というか、うん、体調だと思います体調というか、まあ、日頃の食生活だったり自分の体の調子血の巡りだったり、うんえーね、水分量とかその体の中の、うん、が一定に健康状態保たれていないと体力がないように感じますので。先生 そういうことですよ。<う><の>専門家みたいなってい。体の中をきれいにすることがやっぱ大事ですかね。ええー。はい、なるほど、はい。です。いっぱい水飲んで。ね。野菜いっぱい食べて。ビタミン取って。ね。<laughs> 怒られてる。大丈夫。<laughs> 大丈夫。ね。<laughs> までも大事ですね。大事。うん。うん、私はね、ライブはアドレナリンですよ。 ままああそれもあるね確かに確かにそうなんかみんなのこと見せたら元気になりますもんお互い様だよねこれはねだからその後疲れちゃってもいいと思う別にその時楽しもう疲れるものは疲れるからそうだよあらがえないよありがとうございますありがとうございます次ラジオネームほっしーさんありがとうございますありがとううのちゃんきょんちゃんおこんばんは深夜2時に自分は耳栓して寝てるのに耳元で女性の声で「まだ生きてたの?」とささやかれることです 次へ行く。<laughs> あと決まった時間に金縛りもつらいです。どこの女性なのか検討もつきません。本当に困ってます。お悩み解決お願いします。心霊のお悩み相談に来ました。うん、どうですか？えー。気のせい。<laughs> 絶対気のせい。<laughs> <か>それは同意見が夢。うん,う,んうん。夢見てる。多分私はその幽霊っていうものはあの幻覚幻聴。 という精神的なものの類いだと思っているので存在しているかはちょっと信じてない派なので分かんないんですけどうん、うん、使えてるんじゃないですかね。 疲れてんだよ。疲れてなと思います。休もうん。休もうん。うん、はい。は,はい。オッケー。オッケー。ありがとうございます。<laughs> 続いて、ラジオネーム、三十パパさんからいただきました。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。阿部さん、うのちゃん、こんばんは。こんばんは。最近、地震やゲリラ豪雨など、自然災害に悩まされる日本列島。確かに地震が来たら、何を持って逃げることができるか、寝るときにふと思って、手をも、伸ばしたら。み。 枕元にあったのはミーハピの写真集だけでした <laughs> 最悪なんでだよ <laughs> なんでだよ水着の写真集と最後を迎えるのは私らしいかもですがお二人が三つだけ持ち出すなら何を選びますか参考までに教えてくださいとのことですありがとうございますえでもさこれさ家にあるもので三つってことでしょう。そうだねむずなんもないよ <laughs> でも、うん、もう本当に 探しておくとかじゃなくて急に来てしまった時でしょ。ババババってまず携帯携帯持っちゃうあと充電器。充電器。でもどっちもさなくなったらいあ携帯と財布と財布いると思うでも持っちゃうよね財布。あ持っちゃう。携帯と財布と何だろう携帯財布充電器かな。 充電器一回置うとこやめよう上着とかああカーディガンとかそれさ着たらさ持つに含まれなくない着ちゃおうよ着ちゃってむずいななんだろうええ？むずいな逆に教えてトイレットペーパーごめんねじゃあ写真ありがとうございますアイコンってグループですよろしくお願いしますお願いします調べててアイドルですわかんなかったその辺の人に聞いたら答えてくれるファンの人ぜひぜひはいまあその三つですかね かな、本当はね、携帯用トイレとかってそういうの、ああ、ていきたいなと思ったけど、まあ、ないんで。はい、そうだね。次、え、いける、これ。いける、いける。え、ラジオネーム、めいさん、ありがとうございます。え、黒金京子、まぶちうのさん、こんにちは。元気ですか。結婚。あ、はい。結婚と、ちょっとよくわからない。逆か。結婚誰と、ちょっと、ほら、黒。まあまあ、つ、オッケーですか。 ここに人の相談をよく聞いてくれる可愛い姉妹がいるって聞いてきました。<お>私の悩みは、最近好きな人が遅い時間まで仕事とかいろいろ頑張ってますけど、うん、体大丈夫かな、体調崩れるのってないか心配です。うん、その人に元気になる力になる応援のメッセージを伝えたいですけど、どんなことがいいか教えてください。ああ<ー>、ということです。なんだろうね。でも、もういただいてるけどね。うん、まあ、なんか普通になんか頑張っ。 とにお疲れ様とはいいかな。普通になんかお疲れ様みたいな、なんか頑張ってねとか。頑張りすぎないようにねとか、まあ嬉しいけど、普通にお疲れ様って言ってくれるのか。全然当たり前のことでも言ってくれるのが嬉しいですよ。と思います。はい、ありがとうございます。どうする?。ありがとうございます。ありがとうございます。え、もう一個行きたいけどさ。いける、いける、じゃあこれで。最後で。これ。うん。ラストですね。はい。 ラジオネームきょんさん、ありがとうございます。きょんちゃんっていうファンの方だよね。私じゃない。きょんちゃん、うろちゃん、こんばんは。こんばんは。初めてメッセージ送ります。ありがとう。最近ちょこちょこライブを見させてもらってます。いつも楽しいライブありがとうございます。ええ、来月はメジャーデビューですね。二人からアイコンの魅力、おすすめポイントを教えてください。とこですちゃんとしてるわ。め、ありがとう。はい、締めにいいね。なんだろう、なんだろう。魅力。うん。 魅力はね個性豊かなところだけどみんながみんなのことをちゃんと考えてるとこかなあおおおおよく見てますからやっぱり皆さんをね最近さメンバー愛が強すぎて母性本能がすごいよマジで出てるね出てる感じる本当よかったよかった感じてるでなんか私がとかじゃなくてメンバー同士でこういろいろちゃんと考えてるとことか 素敵だなってて思そうああとライブ中ねメンバー同士が目合った時とかもうんか楽しそうでやっぱ楽しそうに踊ってますからみんなねすごいいいなって思います MC とかもまあ空気感がね独特でそうですねキャピキャピしてないんだけどね誰もねでもんか一緒に言い過ぎてさ空気みたいな感じだからね家族ですからねすごいいやすいかなということでありがとうございましたおすすめです ありがとうなんかねい,いっぱいあるんだけどね、うん、じゃああのまた今度なんかどっかで答えるね送ってくれた人たち、うん、ありがとうございました、はい、それでは、えー、じゃあ2曲目ですかねはいはいよろしく、ね、曲振りをどうぞはいまぶちきょうこでアンサーガールどうぞ <music> だってあなたはそう言うだけで笑顔の私試す今日だって好きなんて言わずに不敵なキスで返す毎日の朝が MBTI って何ということでちょっと時代遅れ感はちょっとあるんですけどまままあああ MBTI っていう性格診断みたいなのね16タイプの性格診断というものがありましてそれ何なのか分かんないでしょうみんなちょっとねおじいちゃんは。なのでこの2人の MBTI も知ってもらいつつそうだねみんなも気になったら自分の調べてみたりだとかしてより深く知ろうってことですね。そうですはい これ今用意しました。はい。えっとマビさんに私の性格診断を、私がマビスさんの性格診断をちょっとざざっと読んでいきます。そうだね。これ16タイプあるんだっけね。そう16タイプあるんですよ。その中でうのちゃんは ISTP、ISTP、強将です。型です。強そうだよね。えっとねどんな性格かと言いますと現実的。はい。うん、解説。 解析的な思考を持つ性格のタイプです、はい、え好,好奇心が旺盛で物事の仕組みを理解するようと努力するため、うん、しばしば、えー、技術やメカニズムに強い関心を持ちます。<laughs> 柔軟で適応能力が高く現実的な問題解決に優れています、うん、独立心も強い、うん、自分のペースで物事を進めることを好みます、うん、感情表現よりも行動に重きを置く傾向があって緊急時には冷静かつ効率的に対処することができる性格ですかいい確かに本当うんそうだと思うありがとうございます <laughs> じゃあまぶしさん呼ぼうかなはい。まぶしさんは ENFP 運動家です、うん、これなんと 運動家 E N F P と巨匠型は一番ね相性がいいんです。パワー。ー <laughs> はい、は読みますね。<laughs> e N F P 運動家は、うんえー、外交的で創造的、うん、熱意に満ちあふれる特徴を持ちます。なるほど。彼らは新しいアイデアや可能性を追求し 他人とのつながりを大切にすることで知られています。情熱的で自由を愛し、しばしば自分の感情や直感に従って行動します。うんうん、その豊かな想像力と人間関係における深い共感力が彼らの特徴的な魅力となっています。うん、また変化を恐れず柔軟な思考でさまざまな状況に対応する能力を持っています。おお、すごい褒められてる,気がする。あっていいんじゃないの？本当？ねえ、あっていいんじゃない？ うん共感,共感能力高いとかすごい合ってますよこれしかもその4文字のアルファベットの後に T と A っていう2タイプにも分かれててそれもねあのまあ読んでみてください自分の調べてねこれ長所長所はあるよ長所宇野、うん、ちゃんの長所うん。あのさっきの と同じかもしれない逆に短所読んどく短所読もうじゃん短所はい。うのちゃんの短所感情表現の難しさ感情を表現するのが苦手ですか苦手愛情表現とかかなああなるほどね悔しいとかイライラとか得意だけどそういうこと嬉しい時とか好き好きみたいなのがそうそう好きだよみたいな感じなんから確かに確かにね次短期的な焦点 これは長期的な計画よりも即時の問題解決あ確かに確かに将来にわたる目標設定や計画立案が苦手続かないからねまず長期的な目標とかまずそもそもそもねあとは確かにそうかもしれない確かに待ってるね対つまんないの無理だもんマジで。 量で、はい、すごいわ。じゃ、まぶさんの短所ね、衝動的な行動。あ、んの?。あるある。むしあるよ。どんな。え、なんかね、すぐ買っちゃう。ああ、衝動買いとか、そういうことね。ああ、なるほどね。確かに、それは。あるね。あと、終点の三万。何なんか、その焦点の三万。うん。 なんか一つのタスクに集中するのが難しいその通り例えば複数のプロジェクトに同時に取り組むうちにどれも全部中途半端になってしまうそうなんですよそうなんです本当そうなの <laughs> ねえ。いっぱいやっちゃって全部中途半端みたいなねそうなの全部手出したくなっちゃうかねああなるほど確かに傾向はありますね次、えー、高い期待値何、ね、これ 他人や状況に対して高い期待を持つことがあり現実が期待に満たないと失望することがあります例えば人間関係で理想と現実のギャップに直面し心を痛めることがありますあるかもしれない <laughs> あるかもしれないね <laughs> どういう難しいねこれちょっとね難しいえ、何、うん<ー> 難しいけど確かに言われてみればにあるかもしれないってことねはい相性がいいのは巨床タイプで僕ですねそうなんですよありがとうございますいいんですよねちょっとここからキュンっていいいいよこの組み合わせでは新しい経験や活動において共通の興味を見出しお互いの視点から学び合うことができますおーありがとうございますいろいろね企画とかやってきたもんねそうねまた飲み配信しましょうしましょううん。そうですね待ってるでしょね いろいろありますねはいということでえじゃあこのコーナー終わりたいと思いますみんなも調べてみてください自分の MVTI ねありがとうございましたえそれではもう残り五分もないぐらいですかねないですねそのままじゃあエンディングにエンディングです突入しますが早っずっと喋ってたけど早かったねあっという間だねお便り読みながらさ ちょっとねどうしようみたいなねいっぱい読ん読んじゃったねねまあまあでももう慣れてますからね何回来てるもうだいぶやったねね本当気づいたらですよまあ初心忘れずにねね今日もいっぱい来てくれて本当にありがとうございます配信もコメントもたくさんありがとうございます合って合ってる合ってるって言ってるわお。 嬉しいね。MBTI。最後の最後にじゃあ言うこととしては、うん、え9月の18日水曜日にアイコンメジャーリリースが決定しております。やったーメジャーデビューですよ。そうですよ。今日なんと、その曲の振り入れをしてきました。してきました。すごいよ。むずい。多分ね、ハーハーなるみんな。いやマジで。本当体力。疲れる。うん。頑張ろう。うん、一緒に頑張ろうね。<laughs> 汗よ。 桃源郷ぐらいやばいね本当に楽しいこと間違いなしなんでで当日ねあの歌舞伎町タワーの方でイベントもやらせていただきますのでぜひ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 お越しくださいよろしくお願いします近日もねライブもありますしね上野のタイマーのビアフェスタとかも来ていただけると嬉しいです大分の方もそうですよまた車でねブン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 行きますよ ちょっといろいろ楽しみですね。なんか出るかもしれないですね。うん、なんか,か,かな,なんかみんないっぱいね。うん、ちょっと忙しくなるかもね。財布は。うん、あ、<laughs> あ財布が忙しくなっちゃうよ。ね、楽しみだね。<laughs> それではこの辺で <laughs>、はい、終わりますか、はい。はい、そうですね。今週もありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後はこの曲でお別れしましょう。はい。y アイコンで星降るキャンディー。